はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつもスポーツムービーズセンチュリーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本日は2019年で印象的だった試合を振り返っております。中日対阪神ファーム公式戦、2019年9月の16日の試合でございます。中日の根尾昂選手、そして阪神の藤浪晋太郎投手が対戦いたしました。大阪桐蔭高校の先輩後輩の間柄、藤浪晋太郎投手ね、この日結構スピード出ておりました。150キロ台半ばのね、球を中心にストレートが出ておりました。これも速い球ですね。球速は150キロ。根尾昂選手、この球速にね、差し込まれるようなことなく捉えることができるかという感じなんですけども、2球目見事センター返しです。きっちりね、ストレートを捉えましたね。先輩藤浪晋太郎投手の球をしっかり捉えました。この日根尾選手ね、マルチ安打をね、藤浪投手から記録いたしました。この時期根尾昂選手1軍昇格に向けてね、調子がいい時期でございました。今シーズンの中で一番調子が良かった時期じゃないでしょうか。しっかりね、半打を放ちました。また来シーズンに期待ですね。藤浪晋太郎投手も、なかなかですね、球速は出ておりますね。制球もね、制球がばらつきがなければね、いけると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。